はい、どうも皆さんこんにちは。カンフー大好き吉弘です。今日もですね、1月24日発売の最新セットテーロス冠婚期に収録されるねカードについてご紹介していこうと思います。で、今日紹介するのはそのテーマブースターって呼ばれてる、その好きな色のカードしか出てこないっていうタイプのパックがあって、まあその白だったら白、青だったら青みたいな感じで、マジック始めたての人がなんか青のカード欲しいなって思ったら、その青のテーマブースターを買うことで、その青のカードだけね、そのピンポイントで収集できるみたいなタイプの、その初心者向けのパックなんですけど、まあそれにだけね、収録されてるレアカードっていうのもあるみたいで、それのレアがね、まあ10種類公開されたんですよね。で、まあこのテーマブースターっていうのがね、もう基本的にその初心者向けに作られてるからかどうなのかわかんないんだけど、この10種類がね、全部ね、かなりね、控えめのカードパワーなんですよね。そう、あえて弱いとは言わない。控えめのカードパワーなんですよね。なんか昔あったようなその構築済みデッキに入ってる感じの、なんかレアカードっていう感じで、まあどれもね、値段がすごい跳ねるなっていう感じじゃないんですけど、まあね、どれもそのテーロスのね、なんか独自のメカニズムは持ってないけど、独自の世界観みたいなのね、まあ描かれたいいカードばっかりなんで、この10種類を今日は紹介していこうと思います。まず1枚目。1枚目はね、わしづかみの巨人っていうね、百種巨人のちょっと兄弟みたいなタイプのやつで、まあその巨人と、なんかそれを囲うように、そのファンネルハンドが飛んでるみたいなね。ちょっと男の子興奮タイプのクリーチャーで、6757警戒っていうね、もうなんか開幕から使わせる気ないだろうみたいな感じの、まあサイズに今警戒持ってて、で、こいつが、ブロックされた状態になるたんびに、そのブロックしてきたクリーチャーを追放するっていうね。で、まあこいつが戦場離れるまでなんで、まあこいつが死んじゃったらそれで帰ってくるんですけど、まあこいつをブロックするクリーチャーはね、まあこのファンネルハンドに捕まれて、もうこいつがいる限り動けないみたいな感じの、まあなんかイラストと、まあ効果はマッチしてていいカードなんですけど、そうだな、なんか6757警戒のクリーチャーがアタックいって、まあブロックしてきたらそいつを消せるっていう感じで、じゃあブロックしないし、なんか57っていうサイズも別にそんな小づかれてもすぐ死ぬパワーじゃないからっていうので、なんか放置安定&まあ対処できたら対処しようみたいな。さらにこいつ警戒あって、まあブロックもいけるんですけど、ブロックした時はね、この追放の誘発しないんですよね。なんかアタックでそのブロックされた時にしかこの追放を誘発しないんで、なんかブロックいってもね、つかめたら、まあ別にもうそういう次元の話じゃないんだけどね、その構築の話をすると。まあただ、まあアタックしに行く分には、なんか邪魔するんだったら、俺の手の内に消えてもらおうかみたいな感じの、まあ面白デザインのわしづかみの巨人さんでした。そうだな、77警戒ぐらいあってもね、全然なんつうの、強さにはね、大して変わらなかったと思うけど、なんか57警戒っていうのはね、一体なんか何かを大事にしたのかなっていうのをね、考えさせてくれる一枚、わしづかみの巨人さんでした。で、次のレアカードで、次はね、勝利の特使っていう5733のクリーチャーで、まずね、5733っていうサイズの段階で嫌な香りがするんだよね。で、さらにそれに加えて、あなたのアップキープ開始にっていう、その最初の一文でもこれやべえなっていう香りがして、最終的に起きるのがあなたのアップキープ開始に、他のあなたのクリーチャー全てにプライチカウンターを置くっていうので、まあ5733っていうサイズを出して、一旦立ってあげできることがプライチカウンターを戦場全部にばらまく、しかもこいつ以外っていうので、もう何かとね、なんか弱点をたくさん搭載した、まあイラストは好きなんだけど、まあ内容的にはね、なんだろうな、そのリミテでもそこまで跳ねるかっていうとね、絶妙な感じのクリーチャーは勝利の特使さんですね。なんでこれ自信に乗らねえんだろうな。まあもう自信に乗るとか乗らないとかもそういう以前の話なんだけど、まあこいつも、まあっていうことで、まあこの2枚ね、白のレアカードなんですけど、やっぱりちょっとなんつうんだろうな、構築で使う感じのカードじゃなくて、なんか初心者向けのカードなのかなっていう感じがしますね。で、次のカードで、次は青のカード。で、青のカード1枚目はね、スフィンクスの精神壊しっていうね。なんとなくね、俺これね、イラストからね、なんか強かったらいいなって期待したんだけど、全然そんなことはなくて、まあ7話の66飛行と。で、戦場出た時、いいね、戦場出た時っていうのはもうその瞬間効果が起きれるから、もうこれだけで結構期待でかくて。で、出た時に各対戦相手にっていうね、そう、多人数戦でも全員に効果が及ぼせる各対戦相手にっていう、さらに期待の一文があるけど、その後に起きるのが、ライブラリーを10枚削るっていう、なんかライブラリーアウト戦略のスフィンクスかよっていうのでね、なんか好きな人は好きだけど、なんか期待して読んだらがっかりする一枚だったな。10枚だもんな。100枚くらい削れたらね、もうワンパン KO だったけどね、もうちょっと10じゃね、焼け石に水だからね。まあ出た時の誘発でね、この不可視の一列がついてるのはいいんだけど、まあ7766でね、普通にいいサイズに加えて、ライブラリーも削ることができるから、なんかライブラリー破壊の戦略プラス、こういうビートダウン戦略もね、持ったライブラリー破壊デッキみたいなのが組めるかもしれないから、なんか LO 好きみたいなのにはね、まあたまらない一枚かなっていうのが、まあスフィンクスの精神壊しですね。まあ出ただけでね、効果が出るんで、その一旦待つ必要とかもないし、そのアタックしないとホニャララっていうこともないから、もうとりあえずキャストさえすれば、
効果が受けれるっていうことで、なんかね、今回の中ではもうあの CIP っていうだけでちょっと評価点が高いマスフィンクスさんでした。で、もう一枚青のカード。で、次のカード。で、次のカードは、最新鋭の海蛇っていう6マナ66のクリーチャーエンチャント、そう、テイロスにしか存在しないクリーチャーエンチャントのタイプのカードで、で、これね、日本語力がなかなか試されるんだよね。あなたがコントロールしてるクラーケンやリヴァイアさんやタコや海蛇は、クラーケンやリヴァイアさんやタコや海蛇によってしかブロックされないっていうので、なんかもうその水中戦をしようみたいなね。そう、遊戯王のなんかカジキリョウとかも興奮して、もう遊戯王やめし、マジックやるぜみたいな感じにね、ならざるを得ないぐらいのその水中戦をイメージしたカード。ただね、クラーケンやリヴァイアさんやタコや海蛇って別にそんないないし、かき集めてもそんな強いやつらいないからね。そう、本当になクラーケンとリヴァイアさんとタコをもうかき集めましたみたいな感じで集めてきても、多分大体モロフォンかね、カメコロが入ってると思うから、なんかね、そういう精鋭がいないことでも有名なね、部族だからね、なんかそこを強化しても、もうカジキリョウタしか興奮しないんじゃないかなっていうのは、海蛇さんでしたね。まあなんかイラストはね、なんか神秘的でいいんだよね。まあこのクリーチャーエンチャントのタイプのやつって、なんか体がねピカピカ光ってて、でまあそのカードタイプ的にもね、その枠が光ってるから、まあ何かと綺麗ではあるんだけど、強いかどうかで言うとそのどうかの方でしかないからな。まあ、それが最新鋭の海蛇さんでした。で、次、黒のカードで、黒のカード1枚目はね、剣王の悪魔っていうね、まあ、7マナ77と、で、なんかダークヒーローゾンバイヤーみたいなね、こいつ本当に7マナあるのかよってぐらいシンプルな、なんかマントつけたね、デーモンが立ってて、てかこいつやべえな、なんか頭がクワガタみたいになってて、なんかその悪魔の位の高さはこの角によるものだみたいになったらね、これ相当偉い位の悪魔かもしれないけど、まぁ、ちょっとそのイラスト置いといて。で、こいつね、飛行とトランプルっていうね、まぁ、俺があんま好きじゃない、その2段階の回避能力持ちで、ただ、こいつがダメージを与えると、対戦相手、そのダメージ食らったやつはクリーチャーを1体さくらなきゃいけないっていうので、7マナ77で、まぁ、2段階の回避能力の末にダメージを与えて起きるのが、布告っていうね。もう残念感否めないよね。まあ、ただ初心者は7万77強い飛行トランプルだぜ、イエーイみたいになるかもしれないから。なんかまだね、そのマジックをね、がっつりその対戦とかをやらない段階の、なんかそのテキストとかでなんか興奮してもらいたいなっていうことで作られたね、クリーチャーな感じがしますよね。なんかパワー7の飛行なんで、もうそのゲーム終わっちまうよみたいなね、そういうなんか純粋な気持ちで受け止めてほしい、まあ悪魔さん、剣王の悪魔でした。で、もう一枚はね、死の国の傭兵っていうね、なんか名前はかっこいいけどね、なんか出てきたのこれかよみたいな感じの、なんかもうあえてちょっとその滑りにいってる感じのデザインがね、なんか否めない感じの、なんかちょっとダサいクリーチャーで、スケルトン兵士で5マナ45と。で、なんか死の国の傭兵っていうぐらいだから、衛兵っていうぐらいだから、なんかそのアタックするたんびになんか墓地からクリーチャーを引っ張ってきたりするのかなと思ったら、なんかまさかのアタックするたびに墓地のクリーチャーを追放するっていうので、なんで消すのかよっていう驚きなんだけど、その後の一文が、こいつが死んだ時に、その追放されたやつが全部返ってくると。ただこれ死亡誘発なんで、他の方法でどかされたりすると、なんかただこいつは墓地のクリーチャーをなんか、黄泉にさらに送ってっても帰ってこないみたいなね。なんかそういう風になっちゃうから、ただね、まあ何回か殴ってたらね、こいつが死んだだけでとんでもない量がリアにされるからね。そうね、まあ5マナ45のクリーチャーで、その死んだ時の誘発だし、しかもアタックしないと、その、なんつうんだろう、復活させるクリーチャーとかも肥やせないから、何かとギミックがたくさん必要なので、なんか対処する術はたくさんあるんだけど、ちょっと豪快さで言うとね、なんか今紹介した5枚の中では、なんかぶっ飛んでるなっていうことで、なんかうまいこと言ったらね、強い感じに動くかもしれないカードは死の国の衛兵さんでした。そのマジック始めたての人とかね、まだそのデッキに除去がいっぱい入ってないような状態で、まあ初心者同士対戦したらめちゃめちゃ強い感じになるんじゃないかなと思っております。あとこいつ死の国の衛兵っていう割に、なんか死の国の方を向いて現世の方を背向いてるっていうね、なんかそこもね、デザイン的に突っ込みどころで面白いカードだなと思いましたね。で、次は赤のカードで、赤のカードはね、今回のそのテーマブースターの中でも、まあ、かなり豪快で、まあ、強いカードかなとは個人的に思ってますね。で、1枚目、死ぬべきの闇の声っていうのが8マナソーサリーで、まあ、とんでもないね、その隙を晒して放つ行動にはなるんだけど、まあ、効果超豪快なんですよね。ライブラリーから名前の異なるミノタウルスを4匹そのままもう戦場に出せるんですよね。そのサーチしてきて手札とかじゃなくて、もうそのまま生で戦場に出てくるっていうので、まあ、一気にね、そのミノタウルスの精鋭が4匹戦場に出てきて、なんか相手をね、圧巻するみたいな感じで、まあ、多分ね、モロフォンと、カメコロと、あとなんか適当なね、ミノタウルス2匹が出てくるんだろうなっていう気がしてます。まあ、他に強い多層のクリーチャーいたら教えてください。で、もう1枚がベリスザンの恐怖っていうね、7マナ55の、飛行2段攻撃、やばいね。飛行2段攻撃はやばいよな。ちょっとパワー上げで相手即死するぞ。で、そのパワフルすぎるサイズに加えて、さらにこいつが戦場出た時に、あなたがコントロールしてる全てのクリーチャーが2段攻撃を得るっていうので、なんか、常在的にね、あなたがコントロールしてるクリーチャーが2段攻撃を得るじゃなくて、まあ、このターンだけなんだけど、その代わり戦場出た時の誘発なんで、その常在じゃない分、こいつがどかされたりしても、なんかそいつらが2段攻撃を失ったりする危険はないので、
なんか押し込んだりするときにはかなり強いですよね。なんか常在的に持たせる場合だと、こいつが死んじゃうとなんかアタック行ったけど、なんかその途中でみんな二段攻撃失いましたみたいなので、なんか全滅したりしかねないので、なんか常在的に得られないけど、その代わりこっちの方がね、まあ強いかなっていう点はね、多々あるので、てかマジック・ザ・ギャザリングね、ほんとね、もう一旦先はね、クリーチャー大体死んでるから、なんかそういうカードゲームだって思うと、なんかその常在能力よりも CIP の方がね、強いみたいなことはね、多々あるからね。なんかベリスデンの恐怖さんも、なんかもしかしたらいいカードとしてね、なんか使えるのかなっていう気しますよね。なんかこれを最後出して、全員二段攻撃ワンパン KO みたいなね、なんかバーランみたいな感じで使えるかもしれないから。で、まあバーランみたいになんか戦場にクリーチャー並んでなくても、まあ最悪こいつがね、7万の5、飛行二段攻撃っていうサイズ悪くないからっていうので、こいつはなんか、まあ、今紹介した中だとなんか一番まともかなって個人的には思ってます。で、次最後緑のカードで、緑のカード1枚目はね、鉄輪のハイドラっていう、まあ、5マナ55。その緑はやっぱクリーチャーが一番強い色なんで、レシオが相当いいんですよね。だから5マナ55っていうね、かなりいいサイズに加えて、で、さらに超メリット能力があって、クリーチャー1体がこいつに戦闘ダメージ与える場合、そのダメージを全部軽減して、プライチカウンターが置かれるっていうので、まあ、早い話もクリーチャーに対してもう無敵になるんですよね。そのクリーチャーのその戦闘ダメージ全部軽減するから、そのブロックしたりされたりしてももうノーダメージやし、なんならそのダメージ食らう代わりにこうサイズがでかくなってくっていうことで、まあ、相手からしたらもうこいつはもう放置安定みたいな感じになるので、だからその殴ってきても無視安定だし、もう突っ立ってたら殴りに行けないしっていう感じで、だからもうその破滅の刃をもう撃てみたいな感じでね、その典型的な除去すれば OK っていう感じの、なんか緑らしいクリーチャーには仕上がってますね。ああ、そうだな、まあ5マナ55だからね、まあ5マナ、なんだろう、これ4マナ55ぐらいだったらね、全然良かったんだけどね、まあ5マナ55で別に戦闘で死なくても破滅の刃で死ぬから、だから、なんつうんだろうな、その攻撃を受ければ受けるほど強くなっていく、そのスーパーマンのドゥームズデイみたいな感じの、なんかそのデザインは好きなんだけど、なんかそれだったらもうドゥームズデイをそのまま収録してほしかったね。ちょっと無理あるかもしれないが。はい、ということで、鉄輪のハイドラでした。はい、で、次最後のカードで、最後のカードはね、まあ、体重足のキマイラっていう、まあ、その衝撃のイラストのカードで7マナ85と。で、こいつをブロックできるクリーチャーも全てブロックしなきゃいけないっていうので、もう相手の戦場にアンタップ状態のクリーチャーがいたら、もう強制的にこいつにブロック行かなきゃいけないんですよね。ということで、もうこの85っていうパワーを相手の戦場全部が受け止めなきゃいけなくなるので、もうアタックしたら、もう相手の戦場がね、ほぼ壊滅する。で、そのブロックしに行きたくないなと思ってアタックしたら、この85に一回ね、ブロック取られて、なんか無駄死にしちゃうから、なんつうんだろうな、もうその戦闘入る前になんとしてもその除去打たないとヤバい系のカードなんですけど、こいつが死亡した時に、俺はカード3枚引けるっていうので、まあその7マナだからね、なんか除去打たれるっていうのはね、カード3枚引けてもね、そのテンポ的にね、めちゃめちゃピンチになりかねないので、その終盤はね、7マナの行動を出して、それが何もなく消されたら3枚引けてももうそこでね失うテンポがねやばすぎるから、だからね3枚引ける家でもやっぱ除去向けられるとやべえなっていうカードですね。あとやっぱねこのイラスト衝撃的すぎるね。もうこんな生き物がねそのひとたび森に現れたらその森のクリーチャーみんな興味津々、それはブロックに行くだろうっていう感じで、なんかまあイラストと効果をマッチしてて面白いカードだなと思いました。まあもうとにかく気持ち悪いな。はい、ということで以上が、そのテーマブースターにだけ収録される、まあ、テーマブースターレアって呼ばれてる、10枚のカードの紹介でした。まあ、テーマブースターレアはね、まあ、普通のパックでは手に入らないっぽいから、なんかコレクター的な観点からは欲しいけど、なんかまあ、弱めのカードばっかりでね、なんか使う展開はあんまないかなっていう気がするから、なんかまあ、あんま当たって欲しくはないけど、まあ、一期一会の観点からはなんか1枚ぐらいは当てたいなっていう感じがするっていうか、まあ、単純にテーマブースターを買うかどうかもわかんないけどな。まあ、ただテーマブースターにはね、そのコモンとかアンコモンもその特定の色しか入ってないから、なんかその夏の帳みたいなのが欲しいな、みたいな思った時は、なんかテーマブースターをね、攻めるとね、それが集めやすいから、そのテーマブースターね、国内でね、まだ発売されたことがないからね、そのどんな感じかわかんないんだよね。だからちょっとそういうのも含めて、まあ、一度は買いたいけど、ただこいつらが控えてるかと思うとね、だいぶ買うこと躊躇するようなテーマブースター。はい、ということで、まあ、今日はね、そのテーマブースターと、まあ、テーマブースターに収録されているレアのカードの紹介でした。これからもね、多分まだまだね、そのテイロスの観光期に収録されるカードは、まあ、公式からね、いろいろプレビューあると思うんで、そのプレビューのたびにね、こういう動画撮るんでよかったら見てください。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、で、カード紹介の後は映画紹介。このコーナーでは、まあ、俺がね、おすすめするネットフリックスで見られる映画をね、まあ、一本皆さんにご紹介するっていうコーナーで、で、今日紹介するのは、そのね、もう早速映画じゃないんですけど、前回紹介したね、人気テレビドラマ、ブレイキングバッドの、その前日談となる、まあ、スピンオフ作品、ベターコールソウルですね。で、ベターコールソウルはね、まあ、ブレイキングバッドの、まあ、6年前を描いた話で、そのブレイキングバッドに登場してくる、まあ、悪徳弁護士、ソウル・グッドマンというやつが、まあ、なんでそういうね、悪徳弁護士になったかっていうね、その流れを描いた話なんですよね。で、これね、まあ、なんつうんだろうな。
で、このドラマの魅力としては、そのブレイキングバッドに登場した人物がまあどんどん登場してきて、ブレイキングバッドで語られなかった部分のピースがハマっていくのが、まあその面白い部分なんですけど、俺それ以上にね、これを推したいところとしては、そのね、シリアス度がね、どこに落ち着くかわからないっていうのが見てて、すごいなんか、ゾワゾワするっていうか、その不穏感がね、楽しい作品なんですよね。そのブレイキングバッドはね、その最上版に人を殺してなんか埋めたりみたいな感じで、あ、このドラマはこんなにシリアスな話なんだなみたいな感じで、その見る側もね、どういう構え方すればいいかみたいなのが分かりやすい作品だったんですよね。だからその人が死ぬかもみたいな時には、本当にこいつ死んじゃうかもなみたいな感じので見てたんですけど、このドラマって、マジでその最初そういう雰囲気じゃないんですよね。だからなんか人が死ぬかもっていう時に、本当に死ぬかどうかが分からないんで、なんつうんだろうな。シリアス展開に直面した時にどんぐらい緊張していいかがわからないのが、なんか逆に気持ちいいところなんですよね。本当その人生みたいな感じで、え、でもこんなことって普通の人生で起きないよなみたいな感じのをまあ堪能できるから、なんかね、あえてそのシリアス感がここまで行きますみたいなのが明確に開示されてないことが面白いドラマなんですよね。っていうのでね、なんか人によってはね、なんか何をするドラマかわからないからみたいなので、なんか日本人はあんま好きじゃない傾向があるかもしれないですよね。その日本人は割となんか物語の目的がはっきりしてるドラマの方が好きなんで、なんかその24みたいな感じでその大統領をまあもう24時間で完結しますとか、そのプリズンブレイクみたいな感じでもう脱獄しますみたいな、なんか目的がはっきりしてるドラマの方が人気あるから、なんかこの手のドラマっていうのはね、海外でめっちゃバズったりしてもなんかあんま流行らないっていうのはよくあるんですけど、まあ、ただやっぱり普通に本国でめちゃめちゃね、高い評価得てるし、俺も見ててね、もうめちゃめちゃ面白くて、俺なんならブレイキングバットよりもこっちの方が好きなんですよね、ベターコールソウルの方が。まあ、てことでね、まあ、俺個人の感想としても、その世間的な評価からしても、間違いなくおすすめの商品、ベターコールソウルの紹介でした。ちなみに、俺がネットフリックスに一番最初に入った理由は、このベターコールソウルが見れるからっていうので、その俺の中のネットフリックスオリジンでもあるのでね、もうそれぐらいおすすめの作品なんで、必ず興味持った方チェックしてみてください。特にね、ブレイキングバットを見てこれ見てないっていう人、本当に損してると思うんで、ブレイキングバットが面白かったらね、これもうつまらないわけがないんですよ。本当におもろいんで。特になんとブレイキングバットで登場したね、その主要キャラクターとかがもう登場するたびにもう大興奮ですよね。もうこいつがこれからこういうやつになるんだみたいなのを知ってるからこそ興奮したりとか、あれこいつこんなやつじゃなかったのにこんなんなのかみたいなのでね、興奮したりとかね、もう興奮するところしかないので必ず見てみてください。はい、ということでね、まあ2週連続ね、海外ドラマのおすすめになっちゃったんですけど、まあ海ドラはね、まあ見出すとね、長い言いつつもね、もうネットフリックスなんかで見たらね、もう一瞬でね、もうなんと全部ガーって見ちゃうんで、あんま気嫌いせずに、なんか最初の1話だけ見て、なんかもうそのままね、どっぷりハマってほしいなと思っております。はい、それではね、また次の映画紹介、カイドラ紹介でお会いしましょう。さようなら。